おけめは、危機に登場する古代日本の女性。おけめロ王あるいはおけめロ王とも言う、建造天皇に仕えた。古事記によると、建造天皇が、父親の支援のお芝王の意外を探していた際に、大御国の癒やしい老女が散大し、支援王の子遺外を埋めた場所は、自分がよく知っています。その特徴のある葉の形で確認できるでしょうと、申し出た。 天皇は人民を挑発してその骨を発見し、大御国の茅屋屋の東の山に三ぎを作り葬った。天皇は老女を召し、四辺王の以外の場所を正確に知っていたことを褒めて、おけめ老王の名を賜った。そして、おけめの住む場所を宮殿の近くに作り、毎日必ず召し出し、宅を五殿の戸にかけて、おけめを呼びたい時はその鈴を鳴らしたという。しかし、 おけめは老いを理由に、本津国へ帰ることを望んだ。天皇はこれを許し、おけめを見送りつつ、歌を読んだという。日本初期巻、第15にも同様の説話があり、建造天皇即位元年の2月、天皇は、父が非合の死を遂げた後に、幼少の自分たちは逃亡生活を送り、長じて求められて、天使の位を継いだが、すでにその時には、 父の遺骨の場所を知る者がいなくなってしまった、と兄である皇太子の生きようと共に同国した。そこで、老人たちを集めて一人数とに、父の意外の埋められた場所を訪ねたが、その際に、おけめと自称する老婆が、遺骨の場所を知っていると申し出た。おけめは、京京城山君の祖先であるマスクネの妹であった。天皇はおけめの言葉通りに、大見国の木田女のかややで、父である。 死辺をし岩御子の遺骨を発見した。天皇はおけめの功績を称いて宮中に今日構えさせたが、彼女はすでに足腰が弱っており、不憫に思った天皇は宮中に縄を張り、それを伝って歩くようにさせ、さらに縄に卓をかけて、取り次ぎの係への手間を省かせた、という。その後、和宿根の同族である関宿根が、 主変をし、岩見子の暗殺に関与したとの理由で、三笹戸にされ、山部レインの支配する山森部とされた。バスクネはオケメの功績により、改めて京京上山君の姿勢を授けられている。同様の記述は、古事記にも、菅のことを持ちて、その御霊を守らしめた、真引とある。翌年9月、オケメはラーに捕まっても進むことができなくなり、そうあずさに帰って、 一生を得たいと天皇に請願した。天皇は哀れに思い、物を授けて見送り、歌を送ったという。おけめもよ、大江のおけめ明日よりは、宮間縁利手見えずかも荒むおけめの物語の背景には、砂崎山君が、山君と称し、山部と関わるところから生み出されたものであり、は、菅などの名前は後世に十作されたものであると、推定される。 上記の書伝が、加茂郡を舞台にしているところから、砂崎山市の本拠地は、加茂郡であるとも推定される。加茂郡安土町宮津には、大見国際大級にして、最古の前方公園墳である氷炭山古墳が存在しており、一族に関係あるものと見られている。ありがとうございます。